皆さんこんにちは、猫兄さんです。今日は引っ越しの当日ですよ。10年間慣れ親しんだ事務所がこのように引っ越し準備がほぼ終わりましたけれども、10年長かったですね。今からね、引っ越しをするんですけれども、我が家のニャンズたちが大丈夫かな、すごくね心配は尽きないんですけれども、今から頑張って引っ越しをしていきます。こちらがね、我が家なんですけれどもね、引っ越し準備はなかなか大変でね、段ボールもそこそこ出ましたね。トイレはギリギリまで置いております。この家はですね、40年ぐらい住んでるのでね、なかなか実感が湧かないんですけれども、寂しいけれどもね。くーちゃんはカゴの中でリラックスしておりました。毛がはみ出ておりますけれども、くーちゃん気にしてないな、あんまり。くーちゃんね、気にせずお昼寝しておりましたね。撫で放題、特になんか気にすることもなく、ただね、ご飯はね、あんま食べなかったんですよ。いらないみたいです。ということで、お腹モフモフしておりますよ。大きなあくび、普段だったら甘噛みとかはするかなと思うんですけれどもね。ゴロゴロ言ってくれてるな。そう、ゴロゴロは言ってくれてるんでね、甘えてるのかなと思うんですけれどもね。鼻キスしてくれへんねん。チューしてくれへんなんだ。普段だったら結構チューしてくれるんですけれどもね。まあその辺は何かをね、感じてるのかもしれないんですけれども、まったりや。お、スリーってやる？結構甘えたさんなんですよ、くーちゃんも。おい美人さん、あんたほんと美人さんやね。あ、ペロペロする。あー、いいやないか。窓の外を見るのは今日が最後ということでね、開けました。外だわ。あ、見ない？この景色もこれ最後やからな、あんた。普段だったら開けた瞬間見るんですけれども。見んの？この景色も最後やな。あ、見てくれたかな。開けたらな。まあ出られたら大変やからな、今。いや、引っ越し当日にね、脱走とかさ、もう最悪なんでね、かなり気をつけましたけれども。楽しいで。長い尻尾綺麗でしょ。あ、身を乗り出してる。ちょっと締めようか。ふんふんと匂ってね。このお腹とか大好きなんですよ。まあ最近ちょっとね、外に出たいっていう欲求が減ってきたかなと思うんですよ。言うても10歳過ぎてますからね。でも楽しそう。今度のお家はね、ベランダにはネットを張ってるということでね、安心して出せるかなと思うんですけれども。もうご飯はいらんか。ふんふんとは匂ってるけれども、まあ閉めときましょうかね。くーちゃんが来て10年の傷跡ですね。なかなかでしょ。さあ、月くんなんですけれども、ちょっと神経質なところあるかなと思うんですよ。猫兄さんが近づくとね、距離取ってましたわ。次どうした？えらく、あんた警戒しようか、やっぱり。指も匂ってくれないんですよね。これ、チュッキー。次は敏感やな、やっぱりあんた。おいで、おいで。チュッキー。チュッキー、おいで。よく泣いてるでしょ。ドアップ真っ暗で分かりまへんな、あんた。黒猫ちゃん分からんよね。出てきてくれた。ようやくスリスリはしてるけれども、異変は感じてるんやろうな。あ、匂ってくれへんか。出とおいで。警戒してる。ちょっとストレスがあるのかね、舐めすぎてね、ハゲてるんですよね。大丈夫かな。
で、実はですね、引っ越しにトラブルがありまして、大雨だったんですよね。午後からだったんですけれども、午前中の引っ越しがね、大雨の影響で長引いてしまいまして、4時半になったんですよ。ね、夜遅くなるとなかなか大変ですよね。まあ夕方にね、引っ越ししたおかげで雨は止んでたんですけれどもね、月くんもくーちゃんもストレスが溜まってるということで、また旅を上げていきましょう。ちょっとストレス緩和になるかなって感じはありますからね。お、近づいてきた。ただこれスプレータイプなんですよね。どうでしょうか。普段だったら舐めてくれるんですが、いらない？え、いつもおねだりすんのに。ちょっとペロッとはしたかな、一瞬だけ。じゃあ紙の上に入れてみようか。紙コップを潰してみましたけれども、どうでしょうか。あ、いらん。そしたらくーちゃんはどうかな、匂ってるか、どうですか。ペロペロとはしてくれてるか。まあこうやってね、少しでも緊張が緩和してくれたらいいかなとは思うんですけれども。さあ、そろそろね、引っ越し業者さんが来てくれました。とは言ってもね、引っ越し中の撮影はできませんでした。はい、こちらが新居です。とりあえずね、初日の、引っ越し作業は終わりましたけれども、なかなか大変でした。もうね、家2軒分以上あるのでね、もう荷物がいっぱいありますわ。まあ、今こんな感じです。チュールがあったりね。この辺はまだ少ないんですけれども、台所はね、電気通ってないんですけれどもね。我が家のニャンズたちはどこにいてるかな。はい、じゃあ、なかなか急な階段なんですけれどもね。くーちゃんがどこにいるかと言いますと、くーちゃんはね、この暗いところに隠れちゃいました。見えるかな、くーちゃん。見える、あ、見えて、ちょっと見えてるな。くーちゃん、そこでええの。くーちゃん、この日は一日ね、このクローゼットの中に隠れてたんですよね。月くんはこちらのね、作業スペースにいておりますね。隅っこにいておりますよ。狭いんですけどね、ここは。月、はい、月来た。月、不安で泣いておりますけれども、大丈夫大丈夫。今日からここやねん、お家。そしたらね、これ食べる。チュール、チュール食べる人。チュールは行くやろ。少しでも食べてくれるとね、安心ですよ。1本ずつあげるな。普段はね、1本を2人で分けてるんですけれども、初日ということで1本ずつあげますよ。2人けどいらん。手についた、手についてん、手についてん。食べて、いらん。そう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 、かわいい。あんたええ子やな、あんたほんとええ子やな。好きだ、ええ子やな。好き。撫でてるとちょっと安心してくれたみたいですね。くーちゃん、くーちゃんにもあげていきましょう。くーちゃん、くーちゃん、いる？くーちゃん、これ、チュール。くーちゃんは食べてくれるかな。あ、落ちた。見えづらい、床に落ちたんですけれども、わかんないよね。くーちゃん、おいで。くーちゃん、こっちおいで。外に出てほしいんやけれども。食べてくれたかな。チュールは、このチュールは助かりますね。ね、こう緊張してる時でもチュールは食べてくれたりしますよね。ありがたいです。さあ、ご飯にしましょう。ウェットをね、あげていくんですけれども、くーちゃん、
とりあえずね、ご飯と水をねしっかり飲んでくれて、トイレさえできればなんとかなるんでね。もう言えないな。どうぞ。ただね、くーちゃんはね、この日ご飯は食べてくれませんでした。固まっとるね、君は。残念。食べときや、置いとくで。さあ、月くんどうかな。よいしょ、はいだ。痛い。頭当たりましたね。どうですか。はい、どうぞ。月くんは食べるかな。いらんか。いらない。まあ不安になってるんでしょうね。まあチュール食べたんでね、多分満足してるかもしれないんですが。あ、近づいてきた。伸びーってなっておりますよ。あ、膝乗ってくれたね。前のお家の時はね、ほとんど膝乗らなかったんですけれども、不安なんでしょうね。やっぱ撫でてる時はね、落ち着いてますからね。アスリートやる。あらあらあら、めちゃくちゃ甘えてくれてるやんか。つきた。ええよ。普段からこれぐらい甘えてくれたらいいんですけれども。膝の上で食べてくれる。まあおそらく膝の上が一番ね落ち着くのかもしれないんですけれども、もうねずっとね膝の上乗ってましたもんね。美味しそうに食べやるわ。この動画を編集してる時っていうのはちょうど1週間ぐらい経ったんですけれども、ようやくね慣れたかなって感じはしますね。でね、一番嬉しいのが、こう編集作業してる時に膝に乗ってきてくれたんですよ。これは嬉しいでしょう。ただね、最初ね2日ぐらいだけだったんですけれども、今はね自分の居場所っていうのを見つけて、そっから動かないんですけれどもね。ただね、まあ、振り向いたら猫がいるっていう環境にはなっているので、それはすごく嬉しいなぁと思っておりますけれども。動画編集をしてる間にチュキタンが膝に乗ってる。今後もね、新居の動画だったり、猫のいている家庭の引っ越しのなかなか大変だったところとかをね、動画に配信していこうかなと思っておりますのでね、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。くーちゃん、つきくん、これからもよろしくねー。